教会外観横浜山手聖公会は、神奈川県横浜市中区にある日本聖公会の教会堂である。プロテスタント日本聖公会横浜教区に属する教会で、外形は大谷市を使ったノルマン様式の聖堂を持つ。横浜山手聖公会は、神奈川県横浜市中区にあるプロテスタント日本聖公会の教会堂である。 日本聖公会横浜教区に属する教会である。日本語集会は第二次世界大戦後にできたもので、横浜山手聖公会と呼ばれている。終日は7時、11時、18時に礼拝があり、主日は8時、11時、18時に礼拝がある。英語集会は、江戸時代の末に近教令が緩和された直後にできた二つの伝統ある、教会の一つで、 横浜クリストチャーチと呼ぶ。主日礼拝は9時半にある。現在主催は英国から横浜港近くにあるミッション2シーフェアラーズセンターへ派遣されているチャプレンである。横浜市中区や町町235番地 AAB 横浜山手製公開公式ウェブ礼拝時間ご案内横浜クリストチャーチハット。 日本製公開横浜教区法2014年6月25日、アンドリュー・デンジャー・フィールド著、海の日に寄せて、ありがとうございます。